こんにちは、さゆです。今回はこの間ね、高校時代の友達アミ友なんですけどと一緒にタワレコ行ってきて、まだ持ってなかった CD アルバムを3つ買ってきました。で、もうトレカの開封は動画アップしてるので、よろしければそちらご覧ください。で、今回はね、中身をもうちょっと詳しく見ていこうかなと思って動画回してみました。じゃあまずこの Love Yourself のショーからで、これ私初めて知ったんですけど、ここにアルファベットがあって、なんか Love Yourself で11形態あるらしいですねとんでもねえなっていうどんだけお金使わそうとしてくんねんって感じなんですけど。で、中身がこちら。あれ、トレカどこ行った？あ、あったあった。トレカさっきね、このスリーブに入れたんですけど、このいつも使ってるシェリアで買ったカードスモール PP クリアポケットテープ付きっていうのに入れて、さらに100均のトレカ収納スリーブに入れてます。こんな感じ。そう、ジンでした。今回ね、ジン多かった、デザのでこのシール可愛いよね。なんかデコレーションに使えそうと思って、でももったいないから使えないなどっちだよって感じですけど。で、これがなんかメンバーそれぞれの文章が書かれたやつで、韓国語なので読めないんですけど、なんかメンバーそれぞれ日にちとかが書いてあって、メッセージが書いてありました。で、これはよくわかんないなんだろう、なんか QR コードついてるからなんか読み取って見れるのかな。ちょっと待って、ちょっと暑いから扇風機つけてくる。はい、扇風機つけてきました。うるさかったらごめんなさい。中身はね、写真集の中身はお見せできないので、一旦この付属品というか中に入ってるものだけ別で保管したいと思います。私ね、基本的にこういうの100均の入れ物とかに入れてまとめてるので。以上、これ Love Yourself のショーですねの L バージョン。これだからさ、全部集めたくなるよねで、次が Love Yourself の今度ケツのこれ E ですね。これは持ってなかった。そう、こっちはね、このショーは持ってたんですけど、ここが E だった。だからね、写真集の中身も違ってて、だから良かった。で、これがね、なんかとんでもなく可愛いのが入ってたんですよ。これこれこれ、めちゃくちゃ可愛いこれ使いたい。なんか携帯の裏とかに貼ろうかな。ててー、とジョングク、あ、ジョングクかわいい。これは使いたいな。あ、で、今回もまたよくわかんないやつ。なんだろうこれ、なんかメイキング映像とかなのかな、わかんないです。あ、で、これもあれか、メンバーからのメッセージかな。ナムジュン、細く、ジョングク、テテ、ジミン、そんな感じでした。そう、まだね、これ1週間ぐらい前に買ったやつなんです。あ、トレカ、そうだ、トレカもあった。シュガ、私シュガ引きがち。これね、まだもったいなくて中身見てないんだよね。もう買ってから1週間ぐらい経つんだけどそう、もったいなくて。でもね、さっきのこれは動画撮る前に見ました。
で、これは動画撮った時に友達と一緒に中身見ました。で、最後これが You Walk Never Alone っていうので、これもトレカ入ってたんだよな。これはトレカだけか。うん、トレカだけですね。これもジンでした。かわいいジン。私ね、テテとジョングクが同率1位で、で3番目にジンが好きなんですよ。だから嬉しい。これもなんだろうな、よくわかんないけどわかる方いたら教えてください。ということで、じゃあこれをこの PP クリアポケットに入れていこう。2枚。私ジン運が全本当に全然なくて、だからジン引くことってあんまりないんですよね、あのタイニーターンとかも含めて。だからめちゃくちゃ嬉しい、今回ジン来てくれて。ジンかっこいいよね。はい、こんな感じで。なんか今回さ、トレカちょっと小さく感じるんだけど、サイズ変わったのかな。なんか最近のやつの方が大きいように感じるんだよな。はい。で、これ細くかシュガーか最初見分けつかなかったもう何年アーミーやってんだって感じだけど。いやー、かわいい。やっぱジンかわいいな。このジンめちゃくちゃかわいい。嬉しい。で、これをこのね、100均のセリアで売ってるこのトレカ収納リフィルに入れていきます。これで二重保護されてる。ここにね、ブルーロックの愛しさえくんがしれっといますあ、このフィルムももう最後だから、また買いに行かなきゃな。で、こういうのはまた別のところに入れてるんですよ。持ってきますね。はい、このね、これどこで買ったかな、キャンドゥだっけな。これ英語サイズのリフィルなんですけど、ここにこういう細々としたものを入れてます。これもう結構入ってるからパンパンなんだけど。最後どこだ、最後ここか。じゃあここに入れていきます。あ、どれがどれだっけ、これとこれか、これとこれが一緒で、これマジで可愛いな。どうしよう、使いたい。あ、英語サイズでぴったりですね。で、これ、これだね。はい、ということで、これで収納もできました。あとは、このね、これを読むだけ。ちょっともったいないからもうちょっと温存させておこうということで、長々とご視聴いただきありがとうございます。よろしければ高評価、チャンネル登録、ポチッとよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。